世界でおー寒いっすね今日は寒いっすねおはようございます。おはようございます。今日は何も聞かされてないんですけどいやこういうのがあるあるある今日はボートレースからスタにお邪魔してます。本場ですね。やったやった。初めてチャンネルでは初めてで、私は福岡は行ったことあるんですけど。確かに私、うん、一緒に行ったもんね、うん、カラスさんに来るのは2人とも初めて。はい。でもまだ外からしか見てないけどどうですか。え、なんか いい感じ。ボルダリングがもうね、違う、それここにね前情報入れてきとるやん。そっちじゃないよ。これ違うんですか。そっちじゃない。施設がね、やっぱり場外場と違って、うん、なんかあれですかね、比べていいのか分かんないけど、うん、綺麗ですよね。あの回収してそんなにまだ立ってなくて、綺麗だよね。綺麗で本当にあのマリンメッセとかそういう感じの入り口に似てるなと、ねうんうん、コンサート会場。早速楽しみ中を見ていきましょうか。はい、はい、それでは早速いきましょう。何それ。お邪魔します。広、もう広い。広いね。すごい綺麗。本当にコンサート会場やん。ホテルみたい。ホテルみたいだね。だってさ、グランドピアノとかある？すごいおしゃれ。天神でしか見らんね、あれ。トラリアの。トラリアの1階ね。うん。モートって感じせんくない？しない。会場を取れることないですよ、マジで。マジで。やりたいね。はい、いただいてるんどうぞ。本当にスタジオだ。わあ、すごい。広い。超本格的。本格的。ドラムもあるし。ね。キーボードもある。そう、音楽やってる高校生とかが借りてちょっと練習したりとかいう利用がされてるそうです。え、じゃあボートしに来なくてもこっちをメインで来ることも。そう、もう2階には一切行かない人も多分もちろんいるだろうし。そっか。でもね、高校の時にこういう施設があったら嬉しかったよね。めちゃめちゃいい。通っちゃうよね。あのギターやってる子とか、あ、公園とかでやってる子とか多分高いもんね、うん、普通のスタジオとか。高いですね。こちらはですね、あ、ここです。安い。あれでも高校生400円って言ってなかった。400円、確か。安っ。ありがたいね。学食やん。学食やんね。ではじゃあ次行きましょうか。はい、次行きましょう。はい、次行きましょう。さあ続いては、あの星が見えました。見えました。出た。何でしょう。ボルダリング、え、ボリングがあるんですね、ここには。ちゃんと見て。お、え、本格的。すごい、本当にボルダリングなんだ。すごい。あるよね、こういうロケ行ったよね、前。行った。ボルダリングロケあった。あった。レースもちょうど見える。この辺で。いやいや、ボルダリング戦とレース見ようよ。こっちで目いっちゃうね。でもこれ、ちびっこは楽しいんでしょうね、うん。絶対楽しいね。こんなにたくさんあって。ね。じゃあね、次。いやいや、待って。どうですか。せっかくなんで体験させてもらいましょう。体験ですか。したことあるんで大丈夫です。いや無理よ。とりあえずじゃあ天井にこう触ったら OK っていうルールにします。小麦粉とか、ね、高い。小麦粉とかないんですか。小麦粉とかガチやん、一人だけ。何それ。口手かけてみて。違う間違えちゃった。じゃああれに先にタッチした方が勝ちで。登らんでタッチするのやめてくださいね。いける、マジでいける。よーい、スタート。何のチャンネルじゃ。はい、だ、ちっちゃ、これちっちゃい。よいしょ。入った。はい。じゃあそのまま三角までちょっと行ってみようか。じゃあ早くないですか。やっぱ上やったね。え、これどこ。足が多分足じゃない。次でっかいのにかけ。足や。青よかったらこれ使ってください。あ、じゃあ
え、意外と難しい。ずっとここおる。ずっとそこおる。帰れなくなっちゃった。ずっとそこおる。帰れない。帰れなくなっちゃった。降りれますね。私ここにいるかも、今日ずっと。そっからボンドできるかも、こうやって。素晴らしい。ですか疲れた、もう疲れた。お母さんたちはだからここでボートを見ながら、うん、子供たちはもう遊んだってことでしょ。そうだね、まあ2階でしか買えないんだけど。あ、そっか。そう、まあでも子供の時にここに遊びに来てボートを見て、ボートがこう身近に感じてもらうっていう。次行きましょう。次行きましょう。あ、それでは次に行きましょう。これすみません、よかったらよかったらここで桜を咲かせてもらっていいですか。あ、咲きたいです。はい、あ、ごめん、咲きたいです。咲きたいに咲かせてください。はい、すみません、いきます。2つぐらい。これはどういうあれなんですか。はい、あ、ありがとうございます。これもボルダリングして、これってあれですか、上まで登って違う違う、あ、書いてあって、ごめん。期間限定映えスポットです。素敵。してください。じゃあ私は一番上に貼りますね。はい、右の方がいい。本当に一番上に貼れちゃいそう。はい、いい。え、はい、読んでもらって。親子の遊び場ウォービー。よく読めました。はい、敷地広いですね。広いってか、めちゃめちゃ遊具よく、なんかイオンとかにもこういう施設があるの分かります。あるけど全然規模が違う。確かに本当にゆっくり遊べるんだ ね子供とすごい。しかもお姉さんとかもいるんだ。もっとかわいい。ここもさっきと一緒で、子供が遊びに来るとこだけど、うんうん、ボートレース身近に感じてもらえるっていう、うん、もう目の前ですもんね。本当に、うん、すごいですね。将来じゃあここにね、うん、連れてきてね。はい、子供生まれたら連れてきます。本当でも土日とかすごいです。あ、そうなんだ。予約しないといけないぐらい。でも楽しいよね、こういうの。ぜひ、うん、ぜひお子さんいらっしゃる方は。さあ次は、さあ次なんですけれども、はい、わあ、いい香りがしてきましたね。その前に、え、その前に、その前に何かありました。読んでください。あー、キッチンスタジオ。そんなやばい。作る方でした。その前にキッチンスタジオ。すごい、どっからでもボート見れるんだ ねすごいな、このキッチン。うわ、マジ料理しないんであれですけど、あれが3口ある。コンロが3口。 IH ね。 IH のキッチンスタジオの続いては、続いては、こちらまたおしゃれな場所に向かっているんですけど、はい、うわ、はい、こちら、ここはこれスターバックスコーヒーですか。ブックカフェになります。あ、ブックカフェ、はい、おしゃれ、おしゃれすぎですよ。あんましですばい。このカフェのバイトとかもやっとってないですか。絶対似合う、ピーコちゃん。だってさ、静かじゃん、基本本やけんさ。ここで働いて帰る。ここが好きだな。ここなんですか、トークショー。あの、靴を脱いで。あ、え、くつろげるってこと。くつろげる、寝ながらみたいな、はいはい、最高。よっこしょ。あ、じゃあピーちゃん、読み聞かせお願いしてもいいですか。ここですか。え、もう本当にこうやってしていいような場所ですか。ですね。最高じゃない。走れメロス。彼女たち暴虐のを除かればならぬと決意した。あ、すいません、夏美香さん。何ですか。一応仮眠はご遠慮くださいということなので寝ないでもらっていいですか。ごめんなさい。しっかりダメなことからやっと。いろんなジャンルの本があるんですね。ソファーもある。ソファーもあります。めっちゃいいやん。あ、やってくれた。いい匂いする。オムレツの匂いがする。じゃあちょっとご飯選んでいきましょうか。はい、でもなんかそういう本場食じゃない、うん、そうそう、ならではの枠がこのカラッキー食堂さん。あ、なるほど。へー、これを。席に着きました。はい、なんかなんて言うんだろう、小上がりみたいな座敷。座敷
いいですね、ゆっくりできて。はい、見てください、これ絶対美味しいやつじゃないですか。カニクリームハヤシソースのオムライスです。ポムの木さんですかね。はい、ポムの木さんで頼みました。で、ピーちゃんがどこで頼んだんですか。カラッキー食堂 の、はい、あの勝負に勝つの方の勝つのカツカレー、はい、ちゃんと願掛けです。宮城と同じタイプね。宮城と同じタイプ。これレース上しがちな、願掛けすると外れる傾向にあります。そんなこと言うの。カツカレー食べると外れる気分。いただきます。あ、林オム初めて食べる。美味しそう。うん、うん、いただきました。あ、モテる女だ。美味しいです。さあ、どっちの方が美味しいかな。いただきます。やめてよそれ。一口入れすぎました。うん、美味しかったら2回うなずいてください。うん、ね、今美味しい。モテの美味しいしてたのに。どうですか。美味しい。美味しい。でもやっぱお昼やし、こうさっと食べれていいよね。わかります。なんかオムライスとかもそうじゃないですか。うん、つるっといける。うどん。本当飲んじゃうぐらい。なんかさ、ボートレース場って唐揚げのイメージあるんだけど。わかる。なんでだろう、みんななんか食べてるイメージが。どこどこの唐揚げ美味しいよ。いただきます。超嫌なやつ。おいしい。アジフライ定食、アジフライ定食選抜落ちした。はい、やめちゃった。なんか肉肉うどんだったけど、肉うどんがいいかなと。よし、じゃあごちそうさままで時飛ばししてください。はい、それでは時飛ばし。はい、それでは移動してきました。はい、いいお部屋を借りましたね。こんないいところで、はい、いいんですかこれ。すごいですよ、見てください、あちらはもう目の前に。ね、買うとこからね、レースが直接見えるっていう。こんなとこで見れるのいいね、買ってね。はい、あちらにヨギ棒もありました。今日は何個持って帰れるの。今日は2個。あ、今日終わってない。展示もだからここで目の前で、ね、見れるんだよ。ピーちゃんの大好きな展示が。大好きとかじゃない。大好きとかじゃない。ないみかんちゃんの大好きなオッズは。あ、オッズも見やすいです。 あちらのモニターで。ありがたいですね。カメラマンさんのキレがすごい。ということで頑張りましょう。はい、やっていきましょう。1号2、うん、衝撃の事実が今、買い目がダブってる。あら、ほんと。152と12、152と125を買ったつもりだったんですけど、123、2000円買ってる。福田さん、何？買い目間違えてる。黒なんだ。123、2個も買っちゃったろう。あ、じゃあ当たるんじゃない、逆にそういうの。でも2番人気なんですよ。ね、私もおライジンすら使いたかったけど。ライジンすらダメかなと思っちゃって気使っちゃった。152000円、123が2000円です。お、見て。うわー、もう1。あ、全然悔しくないですね、はっきり言って。え、ちょっと取らないでもらっていいですか。情緒不安で。よし、じゃあ準備体操も終わったということで、はい、11レースがっつり。ここで展示見ちゃうから。あ、展示見ていいよ。あ、展示、確かに生展示見たことないかも。え、ピーもない。で、レースは水面行って生地見ましょう。はい、シュアビさんみたいにこう GoPro 持って。逃げろ、逃げ。あ、いいね、ピーちゃん、キントーンみたいで。キントーン。え、4号艇の方は樋口ゆかりさん。これに1逃げるでしょう。どうされました。樋口ゆかりさん、ちょっと遅れちゃいましたね。これ1逃げるでしょう。1逃げでしょう。西橋奈美さんの見て横断幕。どれ。左上。うお、すごい。ああいうの嬉しいですよね。今井美和さんの字可愛くない。今井美和。え、夏美さんおるよ。池田夏美さん。池田夏美さんいるよ。名の字が奈良の名やけどね。田中夏美の名はナッパの名。ナッパの名。違う違う、菜の花の名。お野菜の菜。1-2-3-4-5-1-2-1-2-6 と1-4-6とかは結構いいかな。どこ切るかってなっちゃいますよね。え、2-4-6なの。やっぱり
え、2着の可能性もある。3切るんだね、思った。でもね、3ね、別に売れてない。売れてないんだ、入れようかな。あえて、うん。じゃあ、最後ここにおったら分かる。分かる分かる。ちょっと、船券紹介いいですか、パッと。では、カラス本庄、買い目予想。時間ないけど。私は1頭の24246です。ちょっと6号艇気になったんで3着につけました。私は12の232346で124142に500円でつけてます。あのプラスで。あと142は買ってないですけど、ここも1円プラス。結構渋い予選です。 OK、はい、もう今日はちょっと買い目っていうよりね、生を楽しみましょう。フィッシャーそんな距離取るみたいな。マジで近い。ねえ、なちょこちょこ動く。映るよ、聞こえて。来た。来たよ。ね、あのなんとか時計が近い。近いね。音すごい。お、3秒前。ああ、木口さんちょっと遅れてるわ、やっぱ。スタートしました。1番、3番、5番、5段取りがわずかに覗いたスタート。結構頑張った。1番、3番、1番、2番、3番、じゃない。逃げる1号艇の西口、3番、2号艇の2番、間を狙った3号艇、松尾は続きます。126は6は6は6来てる。126でいいよ。逃げた1号艇に西橋の番号です。2番手2号艇の2番、その後ろは5番、6番、3番手の3手、3番手を競り合って2番手、トップで1号艇の西橋、続いて2号艇2番、3着なんですか今。3番手5号艇の外からやってきた3号艇の松尾里美、さあ3番手は3号艇松尾、5号艇の片岡、3番、5番手の中に楽しいね、すごいね、音がすごいね。1号艇西橋、2号艇の2番、21名、黒展開、1番、2番、5番手、3番手、5号艇の片岡に対し、5番手外から3号艇の松尾、全速旋回で3号艇の松尾が3番手、渋谷さん遅れたね。バックス地上位体系は1番、2番、3番となりました。最後の方は5号艇片岡、6号艇小川、6号艇樋口と続いています。2周にはクーセット1号艇西橋、続いて2号艇今井、3号艇松尾が3番手で折り返します。ちょっと決まっちゃいましたね、1、2、3っぽいですね。1番、2番、3番手、見てめっちゃ浮いてない。ねえ、2番手に浮くんですよ、みんな。後続は5号艇加藤帰り、6号艇小賀千秋、4号艇樋口ゆかりと続いて3周1番手、小賀さん。先手付けたのは1号艇人気の西橋、続いて2号艇今井、3号艇の松尾、3周バック上位体験は1番、2番、3番、1、2、3の組み合いが1、2、3でも10倍つくって 9点なんか。ギリギリ損害ですね、最後。3番ゴリ、5番ゴリ、6番ゴリ、4番ゴリです。1、2、3お疲れ様。お疲れ様。1、2、3ある？1、2、3ある。1、2、3いくらつくんでしょうか。じゃあ当たり、え、ミカちゃん3はないんだっけ。1、2、3ない。1、2、3切った。3切った。10倍ぐらいでしたけど。1着1番、2着2番、2着3番、以上でした。かわいいよ。今井美和さん、宮城来たことあるんですよ、トークショーで。めちゃくちゃいい方でした。お、800円ぐらい。あ、下がっちゃったか。820円。2番人気なんだ。スバラです。いくらだったんですか。500円でかけてました。500円、プラっちゃった。あ、じゃあちゃんちゃんぐらい。ちゃんちゃんだ。ちゃんちゃんぐらい。いいね。難しいですよね、ボートレースって。知れば知るほどもっと難しくなってる気がする。難しく感じる。でも大体1号艇が逃げるでしょ。そうなんですよ、大体1号艇が逃げるし、うんうん、唐津のイン逃げ率は 55% ぐらいなので、まあね、大体1逃げなんですけど、私いつも買うの遅いんです。もうそれぐらいしっかり考えてると思ってください。え、スタート信頼できるってよ、ちゃんと言ってくれるんですか本番。さっきのがあるからちょっと怖いです。うん、回さないで。でもさっき当たってなかったもんね、1の確かに、ね、246、246とか、なんとなく信じちゃったよ。だから6入れたんだよ多分。じゃあ3着以内には入れとこうかな。6、うん、4、豪邸。あ、4、2、3、4、2、3、4で良さそう。1の2、3、4、2、3、4、うん、
なんか1が逃げないような気もしちゃうこともないこともない。でも2頭欲しいよね。エピーと同じ上の人、上の人、上の人、上の人。ハッピーちゃんカップ。やっぱ外があれ、ね、スタート良かったからですか。でも今節の成績で言うと6号艇の方が上ですよ。この方でもすごい若いですね、まだ22。やだ、ハッピーちゃんとハッピーターンかけちゃった、かけちゃって、かわいい、あの人形欲しいな、カラッキー、ピーちゃんピーちゃん言われてるみたいで焦っちゃうよ。あ、ハッピーちゃん出てんの、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわっ、うわっ、聞いたよ。あら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 、やったり逃げた。こっち3はあるぞ。ありますね、はい、ある。6は6もあるよ。すごい、